Hey, what's up, YouTube? どうも、ソーシャです。はい、ということで、本日はですね、MLB Japan さんからの案件でございます。ありがとうございます。まあ、MLB といえばですね、まあ、メジャーリーグベースボールですよ。まあ、今もね、こう、ユニフォーム着たりもしているんですけど、まあ、2019年からですね、春のキャンプ取材に行かせていただいたりとか、今だとですね、LINE の記事を書いたりとか、こう、継続してお仕事をさせていただいているんですけど、まあ、今シーズンですね、2021年のシーズンもこの間終わりまして、まあ、アトランタブレイブスですね、がワールドシリーズチャンピオンになったと。まあ、今年もですね、もうめちゃくちゃ盛り上がったシーズンやったんですけど、まあ、特に日本人の我々からするとですね、もうなんせ大谷選手がもう大活躍、で今までこう MLB を見てなかった方もですね、大谷選手の活躍っていうのは気になった方も多いんじゃないかなと思います。で、他のスポーツもそうなんですけど、やっぱり MLB とかもね、こう見たりしているとグッズとかもね、こう欲しくなってくると思うんですよ。で、今日はですね、とあるものを紹介していくんですけど、ただですね、そのグッズを買うにしても MLB ってアメリカじゃないですか。で、もちろんですね、日本国内でもそういった MLB グッズですねの展開っていうのはあったりもするんですけど、やっぱり国内展開されてないものもあったりするわけですよ。まあ、アメリカに行った時とかもですね、その MLB の試合普通に見に行ったりとかして、まあ、球場にいろんなグッズって売ってるんですけど、日本国内で売ってないようなものでめちゃくちゃかっこいいものってあったりするんですよ。で、今日僕が着てるこのユニフォームもですね、2019年にドジャースタジアムに行った時に買ったやつなんですけど、まあこれ結構気に入ってるやつなんですよ。ただまあ現地でしか売ってないと。で、そういったものをですね、こう日本国内から買おうと思ったらですね、その海外のサイトの英語しか書いてないページから買うしかなかったりとか、あとはそういったところで買ったとしてもですね、関税が高かったりとか、あとは送料が高かったり、あとは届くまでに時間がかかったり。で、そこでなんですけど、今回 MLB さん公式のですね、 MLB ショップの日本版がオープンされました。これはもう MLB ファンからするとめちゃくちゃ嬉しい。ということで今日はですね、その MLB ショップがどんな感じなのかを見てですね、そこでちょっと買い物をしようかなと。で、そこで購入してこう届くまでの流れであったりとか、あとは買ったものをですね、この動画で紹介していこうかなと思います。はい、ということで、こちらがですね、MLB 公式オンラインショップの、ページ、になります。で、まあ、トップページになんですけど、もちろん日本人選手といえばですね、一番注目の、大谷翔平選手。で、大谷翔平選手のアイテムであったりとか、今回ワールドシリーズ優勝したですね、アトランタブレーブスのグッズ。で、まあ、ナイキのレプリカジャージ。で、ニューエラ。で、まあ、アパレル、であったりとか、っていう項目がいろいろあります。ということで、ちょっといろいろ、見ていきましょうか。まず、ユニフォームの項目から見ていきましょう。日本国内でもね、もちろんそのナイキのユニフォームであったりとかっていうのは展開あったりもするんですけど、まあ、こっちみたいにですね、この背番号がないやつっていうのが結構多かったりするんですよ。で、こういったですね、選手のユニフォーム、アクーニャジュニアであったりとか、ブライス・ハーパーであったりとか、リンドーア、シーガー、アルトゥーペとか、いろいろあったりするんですけど、こういったですね、まあ背番号、ネームが入って背番号が入ってる、ユニフォーム、MLB のユニフォームってあんまり日本国内ないと思うんですよ。たまにもちろんあったりはするんですけど、まあ、こういったところも公式で、買えると。あ、前健さん、前田健太さん。で、ゲレーロジュニア。まあ今年ね、大ブレイクしてホームランを取りましたけど、お父さんもね、僕が小学校、中学校ぐらいはお父さんのプレーをよく見てました。エクスポーツ時代だったかな、当時の。で、マイク・トラウト。マイク・トラウトね、まあ、今年怪我で、戦線離脱してね、ちょっと残念やったんですけど、ムーキー・レッツであったりとか。まあ、ユニフォームもね、一着好きな球団のね、ユニフォーム、僕は結構いろんな球団持ってたりはするんですけど、まあ、好きな球団ですね。のユニフォームは一着持っててもいいかなと思います。で、まあ、キャップですね。ワールドシリーズチャンピオンの、優勝記念のキャップですね。で、こちらはですね、僕が今被ってるのは5950、ニューエラの5950なんですけど、こちらは940の、ものになります。こういった、アジャスターがついてるやつですね、スナップバック。まあ、こういったね、優勝記念のやつってもうその時その時しか買えないので、まあ、こういったものは1個持っててもいいかなと。で、大谷翔平選手、エンゼルスですね、のキャップ、47があったり、ニューエラがあったり。で、筒香選手はね、今年行った、パイレーツのキャップですね。キャップなんか一個買おうかな。パドレスのね、キャップはめちゃくちゃ人気っすからね。こういろんなショップとかでもね、そのニューエラのショップであったりとか、いろんなところで話聞いたりするんですけど、やっぱりパドレスのキャップって人気なんですよ。結構やっぱりサイズ掛けがあったりとかもするので、これはね、今サイズが3サイズあるのかな？まあ、パドレスのキャップで言えばですね、僕も4種類ぐらい持ってるんですけど、結構おすすめです。渋いのでカラーが。で、これ、ロープロ、ですね。まあ、浅めのキャップで、ツバが、もともと曲がってるタイプのやつ。これは結構おすすめですよ。かっこいいので。で、こっちも、ワールドシリーズ、のやつですね。ヒューストンアストロズ。あ、
これはめっちゃおすすめ。バッティングプラクティスキャップですね。僕はですね、プラクティスキャップ、いくつか持ってまして、もうこのデザインのキャップですね、っていうのはぜひご覧いただいている皆様にもおすすめしたいキャップでして、このフロントのロゴの中にもう一個ロゴが入ったようなデザインになってるんですよ。で、このキャップが採用されたのが、このデザインが使われ出したのが2020年から、去年からでして、2020、2021年と、使われているので、もしかしたら来年変わるんじゃないかなと。まあ、なので今あるんであればぜひ買っといた方がいいかなと思うんですけど、僕が持ってるやつはですね、キャンプ仕様になっております。で、プラクティスキャップと何が違うかというとですね、この後ろの部分ですね、ここは僕が持ってる方はですね、その2020とか2021年のそのキャンプのロゴになってるんですけど、プラクティスキャップの方は MLB ロゴだけが入っております。だから来年もしかしたら変わるんじゃないかなっていうのでね、これはできれば欲しいなというところなんですけど、ドジャースのこのキャップ持ってないんですよ。探してたんですけど、結構サイズ掛けで僕のサイズがいつもなくて、で今見たらですね、僕7と8分の3なんですけど、あるのでちょっと買おうかな。で、あとね、ご覧いただいている皆様もね、使えるクーポン券、っていうのも、クーポンコードも発行されております。10% オフになるんで、ぜひ皆さんもね、使っていただければなと。ヤンキースのクーパースタウンとかもあるやん。まあ、LP のやつなんですけど、ここのフロントのロゴですね。が、今の、ロゴとちょっと違ったデザインになっていると。まあ、ヤンキースのキャップってやっぱりこう、人と被りやすいじゃないですか。こういったところで違いを出すっていうのもいいですよね。で、あ、こちら、大谷翔平選手のちょっとアイテム見ましょうか。まあ、さっきの王戦の、ユニフォームっていうところもあるんですけど、こちらですね。MLB の公式オンラインショップの限定アイテムとなります、こちら。フォトティーですね。これもいいな。二刀流ということでね、もう今年大活躍やったっすもんね。これも一着買おうかな。で、そうそう、こういったところですよ、やっぱり。まあ、今年の、ユニフォームですね。オールスターゲームのユニフォーム。の、まあ、これデザインの、T シャツっていうところなんですけど、こういったものも日本国内あんまりないじゃないですか。まあ、こういったものが日本国内でもこうオンラインでピッと、買えるっていうところがいいですよね。オールスターゲームのやつじゃなくて普通の、やつですね。これちょっと欲しいな。で、いろいろこういった小物とかもあったりしますね。あとアパレル全般で見ましょうか。まあ、ワールドシリーズチャンピオンになったということで、アトランタブレイブスのですね、パーカーとかもあったりします。アイテム、アパレルですね。っていうのもいろいろあったりするし、あ、草野球やってる人多分ご覧いただいてる方の中でもね、いらっしゃるかなと思うんですけど、これはちょっとおすすめしたい。草野球やってる人に。こういったね、ナイキのアンダーシャツ。で、しかもチームのロゴが入ったやつ。で、日本国内あんまりなくて、僕一時めちゃくちゃ探してた時期があったんですけど、日本国内マジでないんですよ。で、海外行ったら普通に売ってるんですよ、こういうのって。こういったのはね、ぜひ草野球やってる人にはおすすめしたい。この辺なんかはね、野球やる時とかに着てたらかっこいいですもんね。短パン、これね、僕がアメリカ行った時に何着か買ったんですよね。これもLA に行った時にね、ドジャースタジアムで買ったやつかな。このドジャースのね、ロゴが入った短パン、ナイキのやつなんですけど、まあ、あとマリナーズのやつもね、持ってるんですけど、これもね、草野球行くときとか、まあ、普段着、とかでも全然いいと思いますし、これはおすすめです。僕の動画見てはる方の中で、草野球やってる方ってどんぐらいはるんやろ。で、まあ、普通のね、チームの T シャツであったりとか、チームの T シャツもいいな。あ、財布が M しかない。で、こんな感じでスウェットとかもありますね。あ、これいいやん、マリナーズの T シャツ。あ、L しかないのか。これ普通にかっこいいの？物欲が。この MLB のね、オンラインの、公式オンラインのね、ページっていうところが、日本国内のやつっていうのは、ここ最近できて、まだ間もないんですよ。っていうのに、今後ですね、どんどんアイテムっていうのは増えていくんじゃないかなと。まあ、MLB さんにお願いするとなれば、こういったですね、海外にしか売ってないような、アイテムっていうのをもっといっぱい出してほしい。はい、ということでね、今いろいろ見ていったんですけど、ちょっと欲しいアイテムですね、いくつかありましたので、そのあたりをですね、ちょっと注文して、届くのを待ちたいなと思います。はい、ということでですね、冒頭の映像から2日後でございます。ということで、その買った商品が届きましたので、それを紹介していきたいなと思います。ほいと。で、冒頭で購入した映像っていうのがですね、2日前の午前中に今撮影したんですけど、もう届いたっていうのでめちゃくちゃ早いです。もうこの届く速さは海外とかからやったら絶対無理ですからね。というので開けていきましょう。ということで、まあ、順番に紹介していくんですけど、まずはこちらですよ。はい、こちら。ドジャースのですね、プラクティスキャップでございます。このドジャースのプラクティスキャップはやっぱ欲しかったんですよ。まあ、プラクティスキャップ関連で言えばですね、まあ、僕はこんだけ色々持ってはいるんですけど、なんせこのデザインのやつが欲しかったんですよ、ドジャースで。で、右側にですね、またこのドジャースのロゴが入ってたりと。
で、まあ今季節的にはですね、まあちょっと寒くなってきたので、まあ今の季節っていうところではないかなと、もうちょっと暖かくなってきてから、まあ被る回数っていうのは増えるかなと思うんですけど、まあこれ、2020年、2021年とですね、このデザインが使われてたので、まあもしかしたら2022年以降ですね、っていうのはもう変わるんじゃないかなと。っていうので、もうもしかしたらなくなるかもしれないっていうので、もう買っときたかったです、これは。まあ被るとこんな感じですね。っていうので、まず一つ目はドジャースのプラクティスキャップと。で、続いてですね、やっぱり日本人選手、大谷翔平選手ですよ。っていうことで、やっぱその関連のグッズっていうところもちょっと欲しかったので、T シャツですね。が、2つでございます。まずこっちの方からですね、まあ紹介していくんですけど、開けていきましょうか。まずこっちの方はですね、普通のナイキの T シャツですね。はい、こちら。まあ、エンゼルス普通赤なんですけど、まあ、こちらはネイビーで、フォントのところ、ロゴのところが赤になったやつと。で、背番号、ネームのところ、背番号は大谷と。ちょっとこれも着ましょう。はい、ということで着るとこんな感じですね。まあまあ、もうめちゃくちゃシンプルなデザインです。まあ、今の季節にね、着るのはちょっと寒いかなと、ちょっと季節が違うかなっていうところなんですけど、まあ、夏場ですね、こういったゲームシャツ、まあ、僕なんかはですね、こういったゲームシャツ、着るの結構好きなんですけど、こういったゲームシャツに抵抗を持ってる方っていうのもいらっしゃるじゃないですか。まあ、そういった方もそうですし、まあ、そうじゃない方もですね、まあ、さらっと着れるので、これはおすすめです。で、もう一着の方。こちらも大谷翔平選手のやつです。はい、こちらですね。こちらも大谷翔平選手のフォトティーみたいな感じですね。これも着てみましょう。はい、こちら。赤いな。まあ上にね、こんな感じでゲームシャツ、っていうところを着てもいいかなとは思うんですけど、まあこの T シャツに関してはどっちかというと記念が強いかな。ちょっとこれ飾っときたいかも、俺は。っていうですね、こちらは、今回のオンラインストア限定のですね、まあアイテムとなっております。で、続きまして。まあ、これはですね、3点あるんですけど、もう3点ともまとめて紹介していきます。こちらなんですけど、ほいと。まあ、今年ですね、メジャーリーグワールドシリーズチャンピオンになった、アトランタブレーブス。それの記念グッズでございます。で、まあ、まず一つは、まあ、キャップですね。で、こちらは、ニューエラの、940。で、こちら T シャツですね。で、こっちは、パーカーでございます。まあ、これもせっかくなんで着ましょうかね。はい、ということで着てみるとこんな感じです。このキャップええな。普通にかっこいい。まあ、去年はですね、まあ、ドジャースがワールドシリーズチャンピオンになったので、こちらのドジャースのニューエラのキャップを僕は買ったんですけど、こっちのね、サイドパッチの部分に、こう、ワールドシリーズチャンピオンとあったりとか。いや、ニューエラの940初めて被るんですけど、いいっすね。で、パーカー着てみるとこんな感じですね。まあ、同じデザインです。そう、こういうですね、そのワールドシリーズチャンピオンであったりとか、まあそういった記念のアイテムですね、っていうのは日本に入ってくるのって結構遅かったりもするんですよ。ただその今回ですね、MLB の公式のオンラインショップができたということで、まあこういったアイテムっていうのもすぐ買えると。まあでも今回ですね、その公式の MLB のオンラインショップがですね、その日本でオープンしたということで、MLB ファンからすればですね、もう歓喜であると。まあそれ以外でもですね、僕の動画であればスニーカー好きの方、が見てる方が多いかなと思うんですけど、まあスニーカー好きの方でもですね、こういったキャップであったりとか、まあそういったところは馴染みがあると思うんですよ。まあ特に今年に関してはね、やっぱり大谷翔平選手ですよ。まあこういったですね、まあ関連のアイテム、グッズとかもですね、もうなかなか、日本では買いにくいかなと思いますので、まあこういった、公式のオンラインストアなどでこうチェックしていただければなと思います。はい、ということで、また別でですね、この動画を差し込んでるんですけど、なんとですね、エンゼルスの大谷翔平選手、満票でですね、アメリカンリーグのシーズン MVP に選出されました。これはもう歴史的快挙ですよ。日本人選手のシーズン MVP 受賞となればですね、こちらの、イチロー選手、2001年のイチロー選手以来の2人目の快挙ですよ。で、さらに満票での受賞となればですね、アメリカンリーグで言えば同じエンゼルスのマイク・トラウト以来となりまして、これも快挙です。で、このシーズン MVP というのがですね、今年のレギュラーシーズンの成績というのを対象としておりまして、全米の野球記者協会の会員30人の投票で決まるわけですよ。そこで満票ですよ。で、今回なんですけど、この MVP 受賞を記念したですね、グッズっていうのがこの公式オンラインショップで展開されます。それがですね、こちらになります。で、今回デザインが2パターンありまして、で、2パターンあるのと、あとは T シャツとパーカー、これの2つですね、っていうのがあります。まずはですね、その T シャツの方のデザインなんですけど、こちらでございます。アメリカンリーグ MVP 2021MLB と入っておりまして、で、ここにですね、大谷翔平選手の打つ時のイラストっていうのが入っております。で、エンゼルスのロゴとかも入っているんですけど、もう、これはもう記念ですよ。もう日本人の MLB 好き、野球好き、もう日本人の皆さん全員が知ってもらいたい。それぐらいの快挙です。っていうですね、まあこちらのデザインが T シャツと
パーカー。で、こっちの方のデザインっていうのもですね、また特徴的でして、はい、こちらは白 T でございます。こちらなんですけど、このタワーがね、あるんですけど、こちらがですね、東京タワーになってるんですよ。で、その東京タワーに、上のところに大谷と名前が入っておりまして、その下に背番号の17番。で、右側にはですね、9勝46本のホームランの数、数字ですね、っていうのがテキストで入っております。で、なんで今回またこちらのですね、東京タワーのシルエットを入れたのかというところなんですけど、この MVP が発表された日にですね、東京タワーで特別なライトアップがされたんですよ。で、しかも大谷翔平選手の背番号にちなんで17時17分と、17時17分が神様だったんですけど、ということでその東京タワーと、大谷翔平選手ですね、っていうのをこう掛け合わせた、デザインとなっております。これも今年しかないものですからね。っていうですね、まあ、こちらも、T シャツとパーカー。この二つが展開されます。もうこれはですね、ほんまに日本人の MLB 好きからしたらもうマストアイテム、絶対買っておいた方がいいかなっていうアイテムの一つです。で、今回こちらなんですけど、その MLB の公式オンラインスターの方で展開されますので、ぜひチェックしていただければなと思います。で、その公式オンラインスターのトップにもですね、MVP 受賞の記念コーナーみたいなものが作られています。ぜひチェックしてみてください。で、今回なんですけど、ご覧いただいている皆様も使えるですね、クーポンコードを発行してもらってます。で、概要欄の方になんですけど、今回のそのクーポンコードであったりとか、MLB の公式のオンラインショップの URL ですね、こういったところを貼っておりますので、ぜひこちらも、チェックしていただければなと思います。で、まあ動画の冒頭ぐらいでもですね、ちょっと喋ったんですけど、海外でしかこう展開されてないようなアイテムっていうのもやっぱりあったりするわけですよ。そういったところもですね、今後オンラインショップの方でですね、展開数、アイテムの数っていうのは増やしていくみたいなので、そのあたりも期待していきたいなと思います。はい、ということで本日はですね、MLB の公式オンラインショップがオープンしたので、紹介したという動画でした。本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いいたします。また次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。